Hacia la cintura y ahora lo vemos más suelto. Vuelta derecha. Julio César. Tiene el privilegio de verlo arriba del cuadrilátero.101勝のフリオ・セファール・チャベスと112勝5敗の戦績を誇るマーティ・ジャック・ボウスキーが激突しました。チャベスは強打と卓熱さ、攻撃と防御の高い技術を武器に最多世界戦出場数37、最多観客動員数13万人、デビュー戦以来90戦無敗などボクシング史における数々の記録を打ち立て、メキシカンから絶大な人気を集めました。両者は6年前にも戦っており、チャベスが6ラウンド TKO で勝利しましたが、この試合でも地元の大声援を受けたチャベスが序盤からプレッシャーをかけ、第4ラウンドに強烈な左パンチを上下に打ち分け、112勝のジャック・ボウスキーを沈めました。メキシコの英雄チャベスはデビュー以来87連勝し、引き分けを挟んで89勝0敗まで数字を伸ばしましたが、バック・スミスはなんと101連勝の記録を持ち、対戦時の戦績は178勝13敗1引き分けでした。スミスの101連勝は1989年から92年の3年間で記録されたもので、年間30戦以上、また多い月では月間6試合という驚異的なペースで戦ったのでした。そしてチャベスとスミスはお互い連勝を止められた後、1999年12月にチャベスの地元メキシコクリアカンでぶつかりました。第2ラウンド、チャベスの強烈なプレッシャーに潰され、中間距離が得意なスミスはチャベス得意の打ち合いに巻き込まれました。スミスは全盛期のキレからほど遠く、チャベスは打ち合いの中でパンチを見切り、カウンターの右パンチを決めて早くもダウンを奪いました。迎えた第3ラウンド、チャベスの前では178勝のキャリアを誇るスミスはなすすべなく、連打を浴びて10カウントを聞かされました。元フェザー級王者のサンディ・サドラーは歴代フェザー級で最強と評価されているウィリー・ペップと4度対戦しております。3度目の対戦ではサドラーが度重なるホールディングでペップは肩を脱臼し、8ラウンド終了時に棄権いたしました。サドラーはペップとの4度目の対戦でもダーティーファイトに終始します。
サドラーは名王者と評価されているペップに3勝1敗と勝ち越しているのですが、反則が多すぎたため歴史的評価ではサドラーはペップより低い評価をされているのです。キューランドに揉み合ってる最中にサドラーはなんとペップの目にグローブを押し当てて、ペップは目を負傷し頭や危険する羽目となりました。100勝5敗の戦績を誇る元 WBA 世界ミドル級王者ホルヘ・カストロと、98勝で4階級を制覇したロベルト・デュランが戦いました。両雄は4ヶ月前にも戦いましたが、その時はカストロの地元アルゼンチンで行われたこともあり、判定でカストロが勝利したのですが、今回はデュランの地元パナマで開催され、デュラン優勢で試合は進みました。身長170センチ足らずのデュランはデビュー当時ライト級だったのですが、階級をミドル級まで上げて戦っていますが、おそらくほとんど減量せずに戦ったと思いますが、やはりカストロとは体格の差がありすぎました。カストロは竹原選手のボディーブローでダウンしましたが、それまではアマチュアとプロで200戦以上ダウンをしたことがなかったほど頑丈なボクサーです。また私生活でも15人も子供がいるほど精力的なので、デュランの攻撃を受けても耐え反撃を試みました。強打の2人は最終ラウンドまで打ち合いを続けましたが、パワーだけでなく技術も秀でているデュランがペースを握ったまま試合は終了し、判定決着になりました。